動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人があなた様に本当は謝罪したいことはというテーマで、お相手の方があなた様にですね、本当は謝罪したいことが何なのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から ABC とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのジャスティスというカード、正義というカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、バウンダリーズ、境界線というカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。C はこちらのですね、エンパワーメントというカードで、権限付与というカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのジャスティスというカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に本当は謝罪したいことはというテーマで、お相手の方はどんなことをですね、本当はあなた様に謝ったり謝罪したいのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、まあ、ここ最近お相手の方があなた様に対して取っていらっしゃる行動や態度、様子はというところと、お相手の方があなた様にですね、本当は謝罪したいことが何なのか、そして今のあなた様に対するお気持ちっていうのがどういったものなのかっていうのを見ていき、今後お二人の関係はどういう方向に、どうなっていくのかっていうことですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにここ最近に、お相手の方があなた様に対して取っていらっしゃる行動、態度、様子っていうところとお相手の方が本当はね、あなた様に対して、謝罪したいことが何なのか、そして、ですね、今のあなた様に対するお気持ちっていうところを見ていきます。
はい、ではですね、見ていきます。上のカードですね、こちらがお相手の方がですね、ここ最近あなた様に対して取っていらっしゃる行動や態度、様子ということと、お相手の方が本当はあなた様に謝罪したいことは何か、そして今のお気持ちですねっていうのを表しています。では見ていきましょう。ではね、ちょっとこういった形で光の影のこの辺りにしますが、そうですね、そうですね、まあ謝罪したいこととしては、まあ自分自身がね、まああなた様との関係を止めていて、それに伴ってね、まああなた様をまあ待たせていることですね。まあ待たせていたり、まあもどかしい思いにさせたりとかですね、まあ対応できていないことですかね、あなた様に対して十分な対応ができていないことをですね、謝罪したいと思っていらっしゃるようです。で、そうですね、まあここ最近の様子を見てもお相手の方ね、自己の快楽、自分のね、まあ快楽とか楽しいことを優先していて、あなた様との時間とかね、そういったものを優先していないんじゃないかなという態度や様子も伺えますし、まああなた様に対するお気持ちっていうのがですね、そうですね、別にまあ、悪い方向に進んでいるわけはないようですけれども、なんかお相手の方的にね、まだちょっと安心してあなた様に会えるような状況ではないっていうふうには思っていらっしゃる部分があるようなので、ちょっとねこのあたり見ていきましょう。まず上のカードからです。お相手の方がここ最近ね、あなた様に対して取っている行動や態度、様子はっていうところなんですが、多分ね、まずここですね、見ていくと、ワンドのページっていうカードですね。このカードが逆位置です。このカードっていうのは、もともと正位置の時に、進むべき道を選ぶ、進路を決めるっていうカードで、まあこれから進んでいく道であったり、方向性っていうのを、これだっていうことでね、バチッとこうね、選んでその道をこう進めていくっていうことを表すんですね。まあこう、はっきりと決めるとか選ぶみたいなね、ことを表すんですけども、これ逆位置になるとなかなか選べないっていうね、ことから、まあ、優柔不断ということを表すカードで、あなた様に対してですね、かなり優柔不断な姿勢、態度、様子っていうのを見せていらっしゃるんだと思います。どうしていきたいの？どうしていくの？っていうことをね、まあ聞いたとしても、まあこうしていきたいけれども、こうなっていきそうだからこうなりそうで、みたいなね。で、結局何？みたいなね。いろいろ話したけど結局何なのみたいな。ちょっとまだそれは選べないんかいみたいなね。だったら最初からそう言わんかいみたいな感じで、なんかね、優柔不断な、様子とか、なんか歯切れの悪い答えとかね、曖昧な回答とかね、なんかそういう感じなんじゃないかなと思うんですね。で、あなた様との方向性とかね、今後の方針みたいなところを、まあ、はっきりさせない一方で、まあ、自己の快楽っていうところを優先しているんじゃないかっていうのが出ていたと思うんで、お伝えしたかと思うんですが、まあ、プレジャーっていうカードが出ていて、これは快楽とか楽しさっていうね、カードになっていて、なんか、なんでしょうか、自分だけが楽しいというよりか、例えば、あなた様との予定とかね、会うっていうことをしてくれない一方で、例えば、なんかこう、自分一人で、なんだろうかな、趣味の何かに行ってきたとかね、お友達となんかこう、旅行とかなんか出かけていたみたいなね、なんか自分がこう楽しくなるような、ことはこうしておいて、あなた様とのね、その時間とか約束っていうのをなかなか優先してくれていない。だから、なんか自分にはなんかこう忙しい感じを伝えておいて、それこそなんか友達とは遊んでるみたいなね。仲のいい人とは出かけてるとかね。なんか明らかにこう自分だけが楽しむっていうことをこう優先していて、だったらちょっとそのね、時間があったんだったらこっちにもね、時間を回してほしかったなとか、ちょっと優先してほしかったなって、なんかこうあなた様としてはすごくなんかこうモヤモヤするというかね。
自分一人だけがなんか楽しんで、なんかなみたいなね。なんかそういう気持ちになるような、なんかそういう行動をしていたり、まああとはね、ここのカードなんですが、ペンタクルの6っていうカードが出ていて、このカードっていうのは自分の持っているものをこう困っている人にね、こう分け与えているっていう姿から、これ支援とか援助っていうことを表すカードになるんですね。あとは救いの手を差し伸べるっていうことで、なんでしょうかね。お相手の方はなんかこう自分が誰かをこう救っているっていうことに快感を覚えるような方なのかもしれないですね。だからまあこれがお仕事なのか、まあそれ以外にね、なんかこう困っている人を助けるみたいなね。なんか力を貸すみたいな。なんかそれによって自分が助けていたり、こうね、必要とされていることになんかこう嬉しさを感じる。でも時になんかこうね、それを利用されてしまっている時もあると思うんですが、なんかその、助けているっていうことに関してもなんか快感を得るみたいなね。大事なあなた様のことは助けてないのにみたいなね。なんかそういうね、ちょっとなんか本当にこう自分のことを優先しがちなところがあるんじゃないかなと。多分ね、でもこれもね、でも何かお相手の方としては理由があるのかなということなんですが、まあそういったね、行動や態度、様子を見せていらっしゃる中で、あなた様に対してね、本当は謝罪したいことが何なのかっていうことなんですが、まず見ていきたいのがこちらです。このカード、スタンドスティールっていうのが出ました。立ち止まるというカードです。まあだから、ね、他のあなた様以外のことに関しては結構活発にというか活動的に動いている、精力的に動いているにもかかわらず、あなた様にはこう立ち止まっているんだと思うんですね。あなた様のために動くっていうことを今ストップしていらっしゃる。そういう状況なんじゃないかなと思うんですが、で、そのね、まあ、あなた様に対してこう立ち止まっていて、まあ、それによって二人の関係をストップしているということだと思うんですが、それによってね、あなた様はこう待たせていたり、待たせている間にね、なんかこう、もやもやした気持ちにさせたり、悲しい思いをさせたり、苦しい思いをさせたりみたいなね、そういった感情にさせてしまっていると思うんですが、まあ、そのこと自体はね、まあ、本当は謝罪したいと思っていらっしゃるわけですね。あなた様との関係を止めていることはね、悪いことをしてるなっていうね、申し訳ないなっていう気持ちではいらっしゃる。このカードに加えて、こちらのカードなんですけれども、ソードのページっていうカードがこれ逆位置なんですね。で、このカードが逆位置になっている時の意味というのが、対応しきれない状況ということであったり、まあ優柔不断、まあ先ほどもありましたね、まあ優柔不断っていうこともそうだし、まあ、事後報告っていうことですね。まあ、何かあなた様に対して事後報告したことですね。そのことについても、こう、何か本当は謝りたい。なんか、その時は、事後報告をして、例えばあなた様と揉めた時は、なんかこうね、なんかこう、自分もカッとなって、謝らなかったけれども、本当はね、やっぱり事後報告した自分が悪かったなっていうことで、それをまあ、謝りたいっていうことであったり、まあ、あとはね、まあ、自分はあなた様に対してこうストップをかけていて全然十分なね対応していないということ、まあそれもやっぱり悪いことをしているなっていうね気持ちにはなってきていらっしゃるから、まあ本当はそれを謝りたい、謝ってまあそのあなた様に対するね対応というのもやっぱ改善していきたい部分はあるんだけれどもっていうことですね。まああとは、常々ね、あなた様に対して優柔不断の態度をとってなんかはっきりさせないでいるということ。それらのことを、まあ、本当は謝罪したい。まあ、謝罪するだけじゃなくてね、改善を図っていきたいっていうことだと思うんですけども、まずはま、謝罪したいっていうね、お気持ちがあるようですが、どうしてもやっぱりお相手の方としては、ここがあって、まあ、このペンタクルの3っていうカードが正位置なんですね。で、このカードっていうのが正位置になりますと、進化進歩ってっていうことを表すカードで、なんかこう自分を成長させていくとかですね、熟練度を上げていくとか、昇級昇進とか名声を得るっていうね、あとはビジネス面、学業面での向上とかですね、活躍の場を増やすとか、技能を習得するっていうことで、どうしてもやっぱり今あなた様との関係よりも、まあそっちをこう優先したいわけですね。なんかこう技能を習得したり、評価を上げたり、名声を得るための活動を頑張りたい。だから、
まあね、困っている人をこう助けて、なんかこう自分の評価ポイントを上げようとしていたり、周りの人からの信頼を獲得しようとしていたり、なんか昇級昇進につながりやすいように、まあこうね、未来への種をまいていたりみたいなね。まああとは実際にこう助けること自体も楽しいからっていうところはあると思うんだけれども、だからそっちばっかりを優先していたり、この楽しい時間っていうのも、なんかこう早くね、例えば昇級昇進とか名声を得なきゃっていうプレッシャーから解放されたくて、この楽しい時間を過ごしているんだけれども、でもその楽しい時間をじゃああなた様と過ごしたらいいんじゃないかって思うかもしれないけれども、その今ねお相手の方が楽しい時間を過ごしている人と多分あなた様ではやっぱりこう気の使い方が多分違うんだと思うんですね。多分こう時間を優先して共に過ごしていらっしゃる方はもう本当に気を使わなくていい。だからそういう部分の楽さが日頃のストレスとか疲れを癒すのにちょうどよくて、でもあなた様に対してはね、あなた様からも癒しとかは得られるんだけれども、でもちょっとあなた様に対してはやっぱ気を使わなければいけないっていうところがあるから、プライベートでも気を使うのはなってなって、ついついやっぱ楽な方を選んでしまっているっていうところなんだと思うんですね。だからそれだけまああなた様のことを意識はしているっていうことでもあるんだけれども、まあそういった理由でね、まあこうプライベートではもう気を使わないような、時間をちょっと優先してしまっているっていうところなのかなと思います。で、まあ気を使うぐらいね、まあ意識をしているっていうことなんだけど、だったらばね、決断旋回っていうところはあると思うんですけども、早くね。まあそれもやっぱりこうお相手の方としては昇級昇進とかね、名声をね、こう得た後に、はっきりとした決断をしていきたいと思っているから、そこの決断もまだできずに優柔不断のままなのかなと思います。で、今のあなた様に対するお気持ちっていうところに関しては、ここですね、見ていくとワンドの4というカードが逆位置で、まあ、このカードっていうのがもともと正位置だと安心安堵っていうカードで、二人が集まった時にこの安心感とか安堵ですね、安堵っていうのはこうホッとするみたいなね、そういう感情なわけですけれども、まあそういったね、こう二人が集まった時にすごくくつろげたり安心できるっていう状況なんですが、逆位置になるとまだやっぱりこの安心できないということですね。まあこれはあなた様のことが嫌いになったり好きな気持ちが冷めたから一緒にいて安心できないとかじゃなくて、なんかこう以前のように、まあ心の余裕を持ってあなた様に対してこう、なんだろうかな、接することができないから、まだ一緒にいてもこう安心できないっていうふうに思っていらっしゃるから、自分も心が休まらないし、あなた様の心も休ませてあげることができないっていうふうに思っているから、まだあなた様と会うっていうことであったり、ね、あなた様との時間っていうのを優先しようとしていらっしゃらないっていうのがあるのかなと思います。で、あとはここですね、見ていくと、鳳凰というカードですね。これが逆位置になっています。で、このカードも、逆位置になるとですね、まあ現状を変えたいのにどうしていいのかがわからないっていうことであったり、まあ視野が狭くなっているっていう意味のカードでもあるので、まあ、何が正しいかわからない。これ正位置の時には鳳凰っていうのは正しい道とか正しい方法っていうのをこう熟知している人、だから何が正しくて何が正しくないかっていうのははっきりわかっている人なんだけれども、逆位置になると正しさっていうのがわからなくなっている。だから今この、なんだろうでしょうかね、自分としては、まあ、周りの人からのね、評価とか信頼とか集めたり、まあ、熟練度を上げたりしょ、ね、名声を得ていく中で、いろいろこうね、気を張らなければいけない状況の中で、心の余裕がないね、状態で、あなた様に対してどう対応したいのか、どう接したらいいのか、ね、どう振る舞えばいいのか、っていうのがよくわからなくなってしまったから、以前のね、心の余裕があるときにはあなた様に対しては、例えばこれをしてあげたら喜ぶなとかね、こういうふうなことをしてあげたいなっていうのがね、なんと考えるスペースがあったんだけれども、そのスペースがなくなっちゃって、今どうしていいかわからないから、ちょっととりあえずまあ逃げてしまっているみたいなね、そういう状況なのかなと思います。でリタッチっていうのはこれ切り離すということで、もう完全に自分の中からあなた様を切り離したとかではなくて、ね、このハマっていた、カポってハマっていた、ここから抜け出すっていうことなんですね。で、この抜け出した先が、この冬の過酷なね、景色が描かれていますから、過酷な状況を抜け出して、この伝書鳩ですね、幸せのメッセージを送る伝書鳩を送れるようになったら、いわば、
辛い状況というのを抜け出してあなた様に良いメッセージを送れるようになったら動き出そうとは思っていらっしゃる。この立ち止まっているところからもう一回立ち上がって動き出そうというふうには思っていらっしゃるから、だから気持ちっていうものが離れたわけではないのかなとは思います。はい、では次にお二人の関係は今後ねどうなっていくのかっていうのを見ていきたいと思います。では見ていきます。お相手の方との関係は今後どうなっていくのか。うん、まずねここから見ていきます。アコンシャスネスオブラックということで欠乏感というカードになります。いわば、まあ、物足りないっていう感じですね。今まさにあなた様が感じていることだと思います。お相手の方との関係において、まあ物足りなさですね。もっと会いたいのに、もっと連絡してほしいのに、もっと声聞きたいのに、もっと触れ合いたいのにね、もっとね、なんかこう、お付き合いをしているという実感を感じたいのにとかね、なんかやっぱこう足りなさ。ですね。物足りないところっていうのが多分あると思うんですね。うん。で、なんていうかな、その状況を今経験しているとするならば、まあその状況が終わりを迎えていくよっていうのは一応出ているんですね。うん。なので、まあ今ね、ちょっとこう、この欠乏感っていうかね、物足りなさっていうのを感じていたとしても、なんかそれが、なんて言うんでしょうかね。もう終わりだよと。ね。この恋にはもう望みないですよっていうね。まあそういったことを伝えているのではなく、まあ今はね、それを感じるかもしれないけれども、その状況を抜け出していくよっていうのが出ていて、それがここなんですね。エグジットっていうカードで、まあ出口っていうカードですね。ようやくね、何かこう出口が見えてきてですね、そこから抜け出せると。うん。で、今回ね、その出口っていうのは、この欠乏感をですね、この欠乏感を感じる世界の出口がようやくこう見えてくるということですね。だからそこを抜け出せるっていうことになります。うん。ですから今までね、すごくこう欠乏感を感じてきた分、まあこれからはね、その欠乏感とのその反対、まあ例えば豊かさとかね、うん、そういった状況になっていく世界への出口っていうのがね、こう開かれてはいるということですから、うん。ようやくね、この苦しかった時代が、まあ、終わりを迎えていくのかなと思います。うん。で、このエグジットっていうカードがね、16っていう数字が出ていますので、まあ16にまつわるタイミングで苦しい状況っていうのが、まあ終わりを迎えたりするのかなと思います。まあ何月16日とか、まあ16時間後だったら理想ですけどね、16分後とかね、まあさすがにそうではないと思うんですけども、まあ何月16日とか16日後まで 2週間とかね、うん。2週間ちょっとですかね。で、まあ、ようやくね、何かこう、兆しが見えてくるっていうことですね。うん、一気にね、こう、豊かになるっていうわけではなく、なんか最初は兆しっていうところかもしれないけれども、うん、状況が変わり始めてくるということですね。で、どういうふうに変わり始めてくるかっていうと、お相手の方からの行動が増えてくるんじゃないかっていうのが出ていて、Actions Speak Loudly っていうカードで、うん、まあ、こう、行動は、言葉よりも多くを語るというカードで、うん、まあお相手の方としても、まあ言葉よりね、行動の方が多くのことを伝えられると。まあお相手の方にとっては伝えやすい方法なのかもしれないけれども、まあ行動によってね、あなた様に対しての気持ちなどをこう示してくるようになる。このカードのメッセージとしても、Express Your Love Through Actions ということで、まあ行動を通じて愛を表現するということですから、まあおそらく、まあ、うん、言葉ではないんだと思うんですね。言葉で伝えるのは苦手な方かもしれないから、逆に言うとね、そのお相手の方にはですね、なんかこう言葉による愛情表現というのはあんまりね、期待しない方がいいと思います。期待しても多分苦手でしてくれなかったり、あんまり多分ね、うん、言葉よりも行動の方が
重要視していらっしゃる方だと思うから、その方に対して言葉でのね、愛情表現っていうのを期待してしまうと、逆にあの妻がね、こう、がっかりしてしまったりね、なんでしてくれへんねんということでね、こう、イライラしてしまってですね、せっかく行動で起こしてくれている愛情表現っていうのを、ね、見逃してしまう可能性がありますから、まあ、極端ですけれども、まあ、言葉によるね、愛情表現っていうのは、まあ、ちょっと期待を捨てるぐらいにいた方がいいと思います。それでなんかこう来たらね、あ、してくれたみたいな感じで嬉しくはなると思うんですが、なのでね、まあちょっとその行動を通じてね、あなた様に対しての お気持ちをね、表してくれる機会っていうのがこう増えてくるよっていうのが出ていたので、まあそこをね、逆に言うとあなた様は見落とさないようにね、意識していくっていうのが大事かなと思います。はい。そして、最後選択肢のカードにも移っていきます。A をお選びいただいた方はこちらでした。ジャスティスっていうカードですね。正義というカードです。正義というカードには天秤が描かれています。天秤というのはバランスを保つですね。まあ、バランスを表す象徴ですから、今ね、まあ、バランスを保ちなさいということですね。これは心のバランスっていうこともそうだし、何かね、こう考え方というところのバランスですね。なんかこう片方のね、考え方にこう偏ってね、偏った見方をしないように常にフラットな視点でね、中立な立場でとかですね、公平な目でとかですね、まあ本当になんかこう審判みたいな感じですね。まあ野球とかサッカーとかでもね、こうスポーツに審判っていると思うんですけれども、まあそれと同じようなね、このフラットな目で、こっちのチームの方がファンだからこっちにひいきしようとかじゃなくてね、それをこうお相手の方との関係においてもこの考え方でいた方が楽だからこういう考え方をしようじゃなくて、フラットな目でね、ジャッジしていったり判断していくっていうことが大事だよっていうのが出ていましたので、参考にねしていただけますと幸いです。はい、ということでリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていくんですが、今回いただいたご質問が、男性が取る嫌い酒の行動はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあ、好き酒とかはね、よくね好きだけれども、なんかこう恥ずかしかったり意識しすぎてこうちょっと避けてしまうっていうところがありますだけれど、ありますけれども、まあ、嫌い酒っていうのは本当に嫌いだから避けている時の行動ですね。まあ、これがどういったものかっていうと、まあ、もちろん人によってね、その、嫌い酒の行動っていうのは、まあ、たくさんあると思うんですけれども、そうですね、まあ、わかりやすいものとしては、まあ、なんか話しかけてもね、全く目を合わせてくれないとかね、なんかこう頼み事をしてもなんかあっさり断るみたいな、まあそういった行動が見られたら嫌い酒かなと思います。まあ話しかけてもまあ目を合わせないというのはもしかしたら好き酒でもあるかもしれないけれども、まあ、頼み事をしてね、なんだかんだ言いながらね、こうちゃんと受け負ってくれるんだったらそれ好き酒だけれども、あ、無理っすみたいなね、あ、それも嫌ですみたいな感じでね、こうあっさりとやっぱ断られるみたいなことがあると、さすがにちょっと嫌い酒かなとは思うので、まあちょっとそこでね、好き酒と嫌い酒をねちょっとこう見極めていくっていうのができるんじゃないかなとは思います。はい、ということで A をお選びいただいた方はお疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのバウンダリーズというカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が あなた様に本当は謝罪したいことはというテーマで、お相手の方はあなた様にね、どんなことを、まあ、謝罪、まあ、謝りたいのかっていうことですね。こちらを見ていきます。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方のここ最近のね、あなた様に対する態度や行動、様子はっていうところと、お相手の方が本当はあなた様に対して謝罪したいことは何なのか、そしてですね、お相手の方ですね、今のあなた様に対するお気持ちっていうのを見ていき、今後お二人の関係はどうなっていきそうか、どうなっていくのか見ていきたいと思います。
はい。ではですね、まずはじめに、ここ最近お相手の方が撮っていらっしゃるあなた様への行動、態度、様子ということと、まあ、本当はね、謝罪したいことは何なのか、そして、ですね、今のあなた様に対するお気持ちっていうところを見ていきます。はい、では見ていきましょう。上のカードですけれども、こちらがここ最近ですね、お相手の方があなた様に対して取っていらっしゃる態度、行動、様子というところ、お相手の方が本当はあなた様に対して謝罪したいこと、こちらですね、まあ、今のあなた様に対するお気持ちを表しておりますので、早速見ていくと、なるほど。はい、ちょっとね、こういったカードが出ておりましたが、まずですね、また後ほど詳しく見ていくんですが、ここ最近ですね、あなた様に対して、取っていらっしゃる行動、態度、様子っていうところの中で、なんかね、あなた様に、なんか新しい始まりっていうものを促していらっしゃるんじゃないかなと思います。例えば新しい恋に進んだらとかね、新しい生活に進んだらとかね、新しい道に進んだらとかね、なんかね、新しいものを、まあ、進めるというか、促すようなね、と同時にもう自分には無理だからみたいな。自分はもうこれをしてあげられないから、自分にはもう無理だから新しい人に、新しい道に、新しい恋に、とかね。それがなんかこう、いいんじゃないか、みたいなね。そういったことを表すカードが出ているのと、まあ、あなた様に対してね、まあ、謝罪したいことっていうのは時間管理っていうところと、まあ、そうですね。まあ不安の現実化っていうのも出ていますが、まああとは、そうですね。まああなた様に対する気持ちっていうのも、まああなた様自身にね、ネガティブな気持ちではないんだけれども、なんかこう、試練とか逆境というのが出ていて、続けていくことであなた様にどんどんね、試練をね、与えてしまうっていうところを、まあちょっとこう、罪悪感的に感じていらっしゃる部分があるので、ちょっとこのあたり見ていきます。はい。ではまず上のカードからです。お相手の方がここ最近ですね、
あなた様に対して取っていらっしゃる行動態度様子というところの中で、まずここが出ているんですね。ニュービギニングスっていうカード、新しい始まりっていうカードです。うん、まあ何かね、このカード単体だったらば、まあお相手の方がね、なんか最近新しいことを始めたっていうことであったり、ね、全く違うことに挑戦し始めたとか、なんかそういう意味にはなったんですけれども、まあ出ているね、後ほど見ていくカード的には、あなた様に対してなんかこう新しい始まりっていうものを進めたり促している。まあさっきも言ったように、なんかこう新しい道にとか新しい人生にとか新しい恋に進んだ方が希望あるよ、みたいなね、うん、そっちに進んだ方がいいんじゃないみたいなね、うん、なんかね、その新しいものへのこの促しっていうものがあるんじゃないかなと。で、これはね、日が昇っている様子になりますから、まあ新しい始まりを迎えた方があなた様にとってのまあ明るい未来につながるよ、みたいな感じでね。まあ自分なんかというより、新しい道に進んだ方があなた様は幸せになれるよとかね。うん、もっとなんかこう、いい人に巡り合えるよとかね。うん。なんか、あたかもなんかもうエンディングに入ろうとしているようなね。うん。あなた様は全然その気はないのに、なんかお相手の方がなんかエンディングに入ろうとしているみたいな、なんかそういう状況なんじゃないかなと思うんですね。ニュービギニングスっていうことで、まあ新しい始まりをこう促している。まあその理由として、ここですね、見ていくんですけれども、ソードの8っていうカードが正位置で、このカードっていうのが四方八方剣に囲まれている人の様子が描かれていて、まあこの四方八方剣に囲まれているっていうことから、まあ四面楚歌とか八方塞がりとか、あとは身動きが取れないとか、自由がないとか、制限制約を受けているっていうカードなんですね。で、まああとは不遇を受けているっていう意味のカードでもあるんですけれども、あ、自由を奪われているとかね、うん、実際にお相手の方がそういう状況にあるから、この状況の自分なんかといってもなんかこう明るい未来がないから、新しい道の方が明るい未来があるんじゃないのみたいな、なんでしょうかね、セオリーというか、なんかそういう理論でね、なんか話をこうつなげてきているみたいな、うん、まあ実際に何かやっぱ制限制約を受けている状況ではあるんだと思うんですね。なんかこう自由にプライベート動けないとか、うん、何かこうね、自由を奪われている。例えば忙しすぎてもう休みの日がないとかね。うん。休みの日はあっても、もう何でしょうかね、稼働している日にもう体力とか精神力とか使いまくっているせいで、もう休みの日はもうね、もう休んで回復するしか、もうなんか、せざるを得ないみたいな、なんかそういう状況もでもあるし、まあ何かね、こう動けないようになんか制限制約を受けているとかね、まあ実際にそういう状況でもあるんだと思うんですね。だからちょっと弱気な考えになってしまって、あなた様に新しい始まりっていうのを進めたり促している、うん、そういう状況なんじゃないかなと思います。で、それがなんか公平な判断だみたいなね、うん。あなた様としてはね、全然そうじゃなくても、なんかこう公平に考えた結果なんだみたいなね、ジャスティスっていう、これ正義っていうカードが出ているんですが、正義っていうのは冷静さ、判断、正しい判断、正しい決断っていうカードで、ここに天秤が描かれているんですけども、天秤っていうのはね、公平に物事を見るツールになります。だからこれは自分の偏ったね、一個人の考えではなく、客観的に見て、やっぱ自分としてね、あ、自分と一緒にいるというよりかは新しい道に進んだ方がいいよみたいなね、うん、確かにその部分もあるかもしれないけれども、あなた様の心としては別にそれをしたいわけではないと思うんですね。でもお相手の方は客観的に考えた結果、やっぱり自分といるよりかは新しい道に進んだ方がいいと思うよみたいなね、うん、どうもね、なんか新しい始まりっていうのをこう促してきている、そういうね、お気持ち、あ、行動とかね、態度をとっていらっしゃるのかなと。で、これはなんだかんだ言って、あなた様との恋が嫌だからなんか新しい恋とか新しい道を進めているのかっていうと、まあ後ほどまたお伝えしてるんですけども、そうではなくて、まあ先ほどちょろっと見た、やっぱ罪悪感による促しなのかなとは思うので、まあ嫌になったからっていうわけではないのかなと思います。うん。で、ですね、次に、うん。お相手の方があなた様に対して、ですね、うん、まあ本当は謝罪したいことは何なのかっていうことなんですけれども、うん、まずはタイムマスターというのが出ていて、まあ時間の管理人っていうカードが出ているん
ので、まあ、時間管理に関することかなと思います。まあ、あなた様に対してちょっと時間がルーズになってしまっていたこと、まあ、例えば何でしょうかね、待ち合わせとかデートに結構遅刻してきたりね、ドタキャンとかね、をしてしまっていたりだとか、まあ、あとはスケジュールの把握が甘かった。ね、あなた様とのね、予定が決まった後に、なんかスケジュール確認してみたら、そこに例えば重要なね、まあ、お仕事とか勉強のなんかこう出来事があって、ああ、ごめん、ちょっとスケジュールの確認漏れてたわ、みたいなね。なんかそういう、なんで、そうなんねん、みたいなね。あなた様とからするとね。うん。なんかその時間管理とか、スケジュール管理のちょっとこう甘さ、ゆるさ、ですかね。うん。ルーズさ、ですかね。それが、まあ、1、2度とかだったらね。まあ、人間誰でもミスはしますから、まあ、あなた様も、まあ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 、っていうぐらいにはなるかもしれないけれども、ね、まあ、仏の顔も3度までっていうね、言葉もあります通り、まあ、もしかしたらもう3度以上あるのかもしれませんね。うん。まあ、そういったね、ちょっとこう、時間管理というのをちゃんとできていなかったこと、それによってあなた様に、まあ、ご迷惑を被ったことですね。まあそれはちゃんとやっぱり謝らなくちゃいけないことだなっていうふうに思っていらっしゃるのと、まあ謝ってはいらっしゃるけれども、なんかどこかこうね、あなた様にはまだ許されていないんじゃないかということで、もっとちゃんと謝らなきゃなっていうふうに思っていらっしゃるのと、ムーン、月というカードですね。月というのの逆位置ですが、月というのは、まあそもそもこれ悩みとか不安とか心配とか恐れっていうことを表すカードになっていて、まあ大きな月が現れているっていうことは、なんかこう不安な出来事がね発生しそうだなっていう予感がする状態を表すんですが、逆位置になると実際にその不安な出来事が起こるということで、不安の現実化っていうことを表すカードでもあるんですが、それ以外の意味としてはですね、確かな手応えを感じたいっていうカードの通り、あなた様になんかこう手応えっていうものを感じさせることができていないことですね。例えばお付き合いをしているのに全く会えてないとか、全くデートできてないとかね、なんか恋人らしい時間を過ごせていないとかね、なんかそういう手応えを感じさせてあげられていないことですかね。まあそれもちゃんとやっぱ謝りたいことのようです。まあお付き合いをしていなかったとしても、なんかこうね、なかなかこう簡単にはね、こう付き合うみたいなことができない関係性だったとしても、二人がこう繋がっているっていう実感とか手応えっていうのを、まあ、多分ほとんど感じさせてあげることができていないんじゃないかなと思うんですね。あなた様に対して。だからそのなんか手応えとか実感っていうものを感じさせられてあげていないっていうこともちゃんと、まあ、謝りたいことのようですね。で、あとはこちらですけれども、カップの7っていうカード。これは正位置になりました。で、このカードっていうのが、ですね、正位置になりますと、ですね、まあ、現実逃避っていうことであったりだとか、まあ、運命的な出来事を待ち望む気持ちっていうことで、どこかね、自分で動いて運命を切り開くというか、なんかこう、運命を待っている、なんか受け身な姿勢になってしまっていること。まあこれ実際にね、お相手の方がこう自由をね、奪われている状況だから、そういったね、なんかこう運命がこう変わる瞬間を待つっていう手段しかないのかもしれないけれども、なんかそういう受け身な姿勢で、なんか状況が変わればいいなとかね、それは動かないと変わらない部分もあるのに、なんかこうね、じっと自分は動かずに待っていて、状況が変わるのを待っているだけみたいな、なんかこう受け身というか、すごく待ちの姿勢でね、過ごしてしまっていることっていうのも、これも本当はね、こう、あなた様のためにもっともっと動くべきなのに動けていないことっていうのも、やっぱり謝りたいっていうのがあるようですね。で、あなた様に対する気持ちっていうところで、まあ、嫌いになったとか、なんかそういう感情は全然出ていないんですね、正直言うと。なんだけれども、まあ先ほども罪悪感を感じる理由としては、ここですね、ソードの10っていうカードがこれ正位置で、まあこのカードが正位置になりますと、試練とか逆境っていうね、カードになっていて、倒れている人にね、剣が10本こう突き刺さっている通り、まあこれからもね、あなた様にどんどんなんかこう、剣が突き刺さるとか、こう、苦痛とかね、辛い思いをこうさせてしまうなと、
うん、それを考えるとやっぱりこう自分との関係を続けていくっていうことがやっぱあなた様にとっての幸せというよりかはやっぱ不幸になっちゃうんじゃないかっていうことからどんどんね一緒にいることの罪悪感っていうのが生まれ新しい道をなんか促してきている、うん、まあそういった経緯があってなんか新しい道をね進めてきているっていうわけですね。だから嫌いになったとかじゃなくやっぱこれ以上続けてもあなた様を苦しめてしまうっていうのがもうやっぱお相手の方も辛いと、うん、で簡単にはねすぐにこの状況を変えることっていうのも難しいからなんかこうねお相手の方もまあこう閉じ込められてるからね、うん、だから、うん、なんか新しい道を進めている、まあ本心ではないと思います。本当は進めたいわけではないんだけれども苦しんでるあなたの姿を見るぐらいだったらもう、うん、新しい道に進んでもらった方がいいんじゃないかみたいなことを考えている、罪悪感からね。で、カップの9というカードですね。このカードが逆位置で、まあ、これもね、正位置になりますと、ですね、うん、夢が叶うとか、願いが実現するということで、大きなね、満足を得るとか、豊かさを享受するとか、願いがことごとく叶うっていうカードであったり、環境が良くなるっていうカードなんですが、逆位置になると、なかなかね、こう、計画通りにいかない。夢が叶わないっていうことであったり、まあ、夢破れるとかですね。あとは先行きが見えないということで、まあ、自分と一緒にいても、あなた様からしても、やっぱこう、先行きが見えなくて、すごく不安だったり、やっぱ不満っていうのがね、どんどん溜まっていくだろうから、だったらば自分との関係よりも、新しい道の方があなた様にとって幸せなんじゃないかな、みたいなね。で、その一方でね、まあ今の状況を変える唯一の方法というのがこのサクセス&グロースということで、成功と成長というカードですね。まあお相手の方が成長し、今よりもっと多くのね成功というのを手にすることができれば、なんとかね今のあなた様との状況というのを覆せるのかもしれないけれども、それもなんかこう1日2日とかでね得られる成長とか成功ではないから、うん、やっぱり時間がかかってしまう。じゃあ時間がかかってしまう間に増えるものは何かっていうと、あなた様へのダメージであったりね、不満とか不安っていうことになってしまうから、だったらばね、うん、新しい道の方があなた様の幸せを考えたらいいんじゃないかっていうふうに思ってしまっていらっしゃるわけですね。だから別に嫌いになったとか冷めたっていうわけではないと思います。うん、冷めたからなんかもう、はい、次の人行って、みたいなね。なんかそういうものではないと思います。では、今後ね、お二人の関係というのはどうなっていくのかっていうのを見ていきましょう。はい、では見ていきます。お相手の方との関係は今後どうなっていくのか。はい、ではね、ちょっと見させていただくんですが、そうですね、まあ、過去の状態がどうだったかっていうのはね、それぞれ違うとは思うんですけれども、そうですね、ちょっと見ていくと、まずここが出ていてですね、パストっていうのが出たんですね。過去っていうカードで、まあ過去に戻るっていうカードが出ているんですね。これ時空の流れの中で過去の世界にねこう進んでいっているっていうのが出ているので、お二人の関係性っていうのは過去の状態になっていくっていうのが出ています。なんかね、
今から新しいステージに入っていくというよりか、なんか過去の状態にこう、なんでしょうかね、原点回帰するみたいな、なんかそういうね、カードが出ております。なので、まあそういったところで言うと、まあ過去がね、どういった状態だったのか、過去がすごく、まあ仲が良かったり、過去がすごく穏やかな関係だったり、過去の時はすごく、まあラブラブだったり、ね、これ人それぞれ過去の時の状態っていうのは違うとは思うんだけれども、今からなんか新しい姿になっていくというか、過去のね、関係性、姿に戻っていくっていうのがまず出ております。で、その中で、まあ、過去の時の方が今よりもやっぱり良かったんじゃないかなと思うんですね。ここまでの内容を見ても。で、その中でこのカードが出ていて、フィジカルタッチっていうところが出ていて、まあ、これ身体的な触れ合いっていうカードで、まあ、実際にこう触れ合っている二人がいるわけですけれども、だからま、過去の方が今よりもね、もっと触れ合いっていうところもあったんじゃないかなと思うんですが、その触れ合いっていう部分も、まあ今ね、最近、こう、ない、ね、なんていうかね、ボディタッチとかスキンシップとかね、なんかそういうものも結構減ってしまっていると、ね、いう場合であれば、過去はでもあったと思うんですね。だから過去の状態にそれもやっぱこう、復活していくというかね。もっともっとなんかこう、二人が触れ合っていったり、あとは実際に触れ合っているってことこれ、会えているわけですから、会う頻度とかも、徐々に過去のペースにこう、戻っていくというかね。そういう流れに進んでいくんじゃないかなっていうのが出ているんですね。なので、なんか過去の状態になんかもう一回再生していくみたいな、なんかそういうね、あの道を辿っていくんじゃないかっていうのが出ていて、で、そのために重要なのがここになっているんですが、The Sacred Temple というカードで、まあ、聖なる神殿っていうカードなんですけれども、このカードっていうのがメッセージとしては、あなたの記録庫っていうカードになっていて、今何かを手にするためには、あなた様の中に記録されているものを活用していきなさいっていうカードになります。これは記憶、情報、知識、知恵、経験などですね。今あなた様が望んでいるものを手にするためには、なんか新しいものを使って手にしていくというよりか、もうすでにあなた様の中に備わっているものを活用してね、それによって手に入れられるんだよ。だからあなた様のその記録庫をもう一回見直しなさいっていうカードになります。だからこれまでね、経験してきたことから得た、まあ、なんでしょうかね。経験、まあ、だからこれまで経験とか、経験によって得た知識とかですね。まあ、あとはお相手の方のことをね、こう、今までずっと見てきたわけだから、まあ、お相手の方はこういう時にはこうするなっていう、なんかその情報とかね。まあ、あとは過去にちょっと失敗してた時の反省を生かすとかね。学びを生かすとか、そういったことをしていけば、過去の状態に戻っていくよっていうことですね。だからお相手の方が、例えば、まあ、なんだろうかな、弱気な発言をしてきた時には、ね、ちょっと強く返したらシュンってなっちゃうから、ね、じゃあ強く言うんじゃなくて、まあ、例えばそうだね、まあ、確かにそういう時期もあるよねって、なんかこう寄り添ってあげて、なんか寄り添いながらお相手の方をこう励ましてあげるとかね。だから今こそ過去の経験とか知識とか情報とかそういったものを活用して、ね、お相手の方に対応していけば過去の状態に戻っていけるよっていうのが出ていたので、参考にね、していただけますと幸いです。はい。最後選択肢のカードを移っていきましょう。B をお選びいただいた方はこちらでした。バウンダリーズっていうカードで、境界線っていうカードです。まあ、このね、境界線を引いていて、その中にね、こう、なんかこう、座禅を組んでいる人がいますけれども、あなた様がですね、今ね、その健全なね、境界線を引きなさいっていうことですね。まあ、もしかしたらあなた様はこう、境界線を引かずにね、まあ、誰でもこう入っていけるようなこう状況になっていて、それによってね、あなた様がこうダメージを受けたり、ね、良くない影響を受けてしまっているかもしれないから、あなた様が健全な状態を保てるための境界線ですね。誰、彼構わず壁を張るとかじゃなくて、
ちょっとこの人とね、関わってたら自分もね、苦しんでしまうなっていうね、ちょっとこう無理をしすぎてしまう傾向が多分あなた様にあると思うから、あ、この人とはなんかこう影響を受けないために、ちょっとこの辺までにちょっと線引いとこうみたいなね、自分を守るためのこの境界線をうまく引いていきなさいよっていうのが出ているので、まあそれをしていくことでね、あなた様のそのメンタルとか精神もこれ安定するようになっていくと思うので、まあ自分を守るための健全なね、境界線を引いていくっていうことが今のあなた様には大事なようなので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくと、今回もいただいたご質問についてお答えしていきますが、今回いただいたご質問は、男性が取る嫌い酒の行動はということで、ご質問いただきまして、ご質問ありがとうございます。まあ、好き酒というのはね、本当は好きなんだけれども、なんかちょっと照れちゃったりとかね、意識しすぎちゃって、こう、避けてしまうみたいなことなんですけれども、まあ、嫌い酒というのは本当に避けているっていうことですね、嫌いだから。っていうことなんですけれども、まあ、その行動として、まあ、わかりやすいのは、やっぱり、まあ、例えば話しかけてもね、まあ、目を合わせてくれないっていうことであったり、まあ、あとは頼み事をね、した時にもあっさりと断るみたいなね。熟考することなんかも、あ、無理っす、みたいなね。うん。まあ、そういったことですね。だから、まあ、頼み事とかね、なんか誘ってみてですね、ちょっとこう、ご飯行かないとか言っても、あ、無理無理、あ、無理っす。あ、それ無理なんで、みたいなね。もう、あっさり、うん、断ってきたりね。うん、話しかけても目も合わせてくれないみたいなね。まあ目も合わせないと口も聞いてくれないがセットかな。うん、それをされていると、まあ好き酒でもね、目を合わせないぐらいはあると思うんですが、まあ口は聞いてくれたりもすると思うので、目も合わせない、口も聞かないっていうのと、頼み事とかをね、まああっさりと断るっていうのが、まあ嫌い酒で見られる行動かなと思うので、まあそれがね、見られた時にはやっぱり、うん、ちょっとしばらくはね、近づかない方がいいかなと思いますので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、B をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まああとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい。それではですね、最後にこちらのエンパワーメントっていうカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が本当はあなた様に謝罪したいことはというテーマで、お相手の方はどんなことをね、謝罪したいと思っていらっしゃるのか見ていきます。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方ですね、がここ最近あなた様にとっていらっしゃる、まあ、態度、行動、様子はっていうことと、お相手の方ですね、本当はあなた様に謝罪したいことは何なのか、そして今のあなた様に対するお気持ちっていうのを見ていき、今後お二人の関係はどうなっていくのかっていうのも見ていきます。はい。ではですね、まずはじめにですが、お相手の方がここ最近ですね、あなた様に対して取っていらっしゃる行動や態度、様子、そしてお相手の方ですね、本当はあなた様に対して謝罪したいことは何なのか、そして、ですね、まあ、お相手の方の今のあなた様に対するお気持ちっていうのも見ていきます。
はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方がここ最近ですね、あなた様に対して取っていらっしゃる行動や態度を表すカード、こちらがお相手の方ですね、お相手の方が本当はね、あなた様に対して謝罪したいことは何なのか、でこちらがお相手の方のですね、今のあなた様に対するお気持ちというのを表しています。では見ていきましょう。なるほど。そうですね。まず、出ている結果としては、まあ、お相手の方がね、まあ、あなた様に対して謝りたいっていうところの中に、後ほどまたお伝えしていくんですけれども、まあ、サクリファイスっていうカード、まあ、犠牲を払うっていうカードが出ているんですね。何かを得るためにいいですね、あなた様との関係を犠牲に払ったことを、まあ、本当は謝りたい。まあ、できればその選択っていうのは取りたくなかったのかなと思うんですね。お相手の方としても。でも取らざるを得なかったり、何かと天秤にかけた結果、あなた様との関係以外のことを、やっぱりこう捨てきれなかったっていうところがあって、で、その代償として、まあ、あなた様との関係を犠牲としてね、払ってしまったっていうことを、まあ、謝りたい。わけですね。そういう結末になってしまったり、そういう選択を取ってしまって申し訳ないっていうことですね。それはやっぱり謝りたいっていうことは、その選択を取ったことでお相手の方もやっぱり苦しかったからだと思うんですね。これが何でしょうかね。例えばあなた様との関係にね、何の思い入れもないと、もう愛情も愛着も何の思い入れもないっていうのであれば、犠牲に払うこと自体もためらわなかっただろうし、その犠牲を払った後も全然苦しくはないと思うんですね。でもそれを苦しんでやっぱ謝りたいっていう気持ちになっているっていうことは、やっぱあなた様への気持ちっていうのはありながらも、犠牲を払わなくちゃいけなかったっていうところがあるので、そうですね。なので、まあ、謝っても許されることではないかもしれないけども、謝りたいっていうところはあるようです。はい。では、ちょっと見ていくんですが、まず、ここ最近ですね、お相手の方があなた様に対してね、取っていた行動や態度っていうところなんですけれども、まずここですね、見ていくと、フォーカスっていうのが出ました。焦点を当てる、集中するっていう意味のカードの通り、やたらとですね、まあ最近あなた様に対して何かに集中したい、集中させてくれ、みたいなね、なんかそういう、まあ態度というか、姿勢をね、こう、何度もこう伝えていたんじゃないかなと。今はこれに集中したいから、まあそれが勉強に集中したいから、仕事に集中したいから、なんかこう家族のことに集中したいから、自分のことに集中したいからとかね。何かしらにやっぱこうすごい集中したいから、ちょっとそれを集中させてほしいみたいなね。集中っていうね。なんかそういう言葉を、キーワードをね、結構並べることが多かったんじゃないかなということであったり、集中させてほしいからちょっとこうね、距離を置きたいとか、一人にさせてほしいとか、そっとしてほしいとか、今はね、絡んでこないでほしいとか、なんかね、ちょっとその集中というのを名目に、なんかあなた様との距離をこう離すようなね、距離を置くような、なんかそういうね、態度というか行動というのを、まあよくとっていらっしゃったんじゃないかなと思うんですね。で、プラス、こちらのカードなんですけれども、カップの3っていうカードですね。これが逆位置になっています。で、このカードがですね、逆位置になると、感情的なトラブルっていうことを表すカードになるので、普段はね、そんな感情的になる方ではないのかもしれないけれども、ここ最近はなんかこう、人が変わったかのように、すごく感情的になる。普段はなんかこうね、理路整然としているのかもしれないけれども、なんかすごい感情的で、なんかこう、理論も崩壊しているとかね。なんかもう話の構成もめちゃくちゃだったり、なんか感情で、なんかこう、なんですか、押し迫ってくるというか、なんか強引にね、なんか押し切ろうとするみたいな、なんかそういうね、感情的なスタイルに変わってしまって、それによってあなた様との間でもトラブルが
起こるようになったり、まあ、あとは、形式的な関わりっていうカードになるので、なんかすごく形式的な関わりにしようしようとなんか仕向けてくる。例えば今まではねすごくフランクに話していたり、タメ口とかでね話していたのが急になんかこう敬語に他人行儀になって、なんか形式的なね上司と部下とか先輩と後輩とか店員とお客さんとかね、なんかそういうなんかこう社会的なというか形式的ななんか関わりつながりにしようしようとね、なんかこうそういう風に持っていっていらっしゃった。なんかそういう距離の取り方、うん、っていうのをなんか最近よくしていらっしゃったんじゃないかなと思うし、まああとはここですね、見ていくとですね、カップの4っていうカードが正位置で、このカードっていうのが正位置になりますと、まあ将来にまつわる悩みっていうことを表したり、まあ現状を突破する方法が見出せないっていうことで、なんかこう頭をかきむしってね、悩んでいる様子が描かれている通り、まあ明らかに悩んでいるなっていう様子を、もうなんか醸し出しまくっていた。あなた様と一緒にいる時も、まあ例えば連絡のやり取りの時もなんか悩んでるんだろうなっていう雰囲気がもう露骨に出ていたんじゃないかなと思うんですね。まあ意図的に見せていらっしゃった部分もあるかもしれません。今自分悩んでますせっていうことをね。なんかそれぐらいなんか悩んでる様子っていうのを多く見せてきたり、集中というキーワードをもとになんかこうね距離を置いてきたり、なんか形式的な関わりになろうなろうとねこうしていらっしゃった部分があったんじゃないかなと、いうふうに思います。でその中でね、まあお相手の方があなた様に対して、まあ本当はね謝罪したいことが何なのかっていうと、まあ本当はねまあ取りたくない選択だったとは思うんだけれども、このカードサクリファイスっていうのが出ました。犠牲を払うというカードです。何かを掴むためですね、何かを得るため、状況を変えるためっていうことかもしれないですが、あなた様との関係を、まあ、犠牲に払ったということですね。でまあ当初の計画ではまあそうなることは、まあ、想定していなかったんじゃないかなと思うんですね。最初からあなた様との関係も犠牲に払うつもりで、まあ、関係を始めたり進めたりっていうことをしていたわけではないんだと思うんですね。できればやっぱあなた様との関係も今後もね、発展させていきたかったっていう思いの中でスタートさせたりね、あなた様と関わっていらっしゃった中で、でも最終的に自分が取ってしまった、まあ、決断とか結論っていうのが、まあ、犠牲を払うっていうことになってしまったことですね。最後までやり通せなかったことですかね。あなた様との関係を選びきれなかったことっていうのをやっぱり謝罪したいっていうところがあるようですね。で、あとはですね、まあこちらのカードですけれども、ソードのナイトっていうカードが正位置で出ております。で、このカードっていうのがすごい勢いでこれ前進してきているということから、何か目標に向けて大きく前進するっていうことで、まあおそらくあなた様との関係と、まあもう一つの、なんかこうね、天秤にかけていたことが何かっていうと、ご自身の目標のことなんだと思うんですね。目標に向かって進んでいきながら、あなた様との関係も進めていけたらいいなっていうのが、まあ理想的なプランだったんだと思うんだけれども、結果的にはその両立っていうのが難しいっていうね、状況にまでなってしまい、じゃあどっちを選ぶねんとなった時に、やっぱりお相手の方としては自分の目標っていうのはやっぱこう諦めきれない、捨てきれないっていうところがあったので、もう悩みに悩んだ結果、どっちも大事なんだけれども、じゃあよりどっちが大事かっていうと、自分の目標っていうのをね、選択し、まああなた様との関係をね、目標を達成するためにあなた様との関係を犠牲に払ってしまったということですね。まあそこをやっぱり、まあ本来はね、自分が器用だったらとかね、ちゃんとこうバランスを持ってね、取り組むぐらいのそのキャパシティがあれば、犠牲に払うなんてことをしなくてよかったのに、自分自身のこのキャパシティがなかったり、ちょっとこう器用でなかったりしたせいで、まああなた様との関係をね、犠牲に払わなくちゃいけなかったということ、その不甲斐ない気持ちをもとにですね、まああなた様に対して、まあ、謝罪をしたいということですね。それであなた様の気が晴れるわけではないかもしれないけれども、まあそういった結末になってしまって申し訳ないという気持ちはやっぱ持っていらっしゃるわけですね。
で、ソードの4っていうカードになりますが、うん、まあ、このカードっていうのがもともと正位置の時にはですね、小休止、休息を取るっていうことで、まあ、行動や計画をストップするっていうカードなんですね。今はこう立ち上がってね、活発的に動く時ではなく、今はねこう座ってちょっと座り込んで休むべきだと、何か行動を止めてでも休むべきだっていうカードなんですが、逆位置になるとこのね、座って休んでいた状況からもう一回立ち上がって動き出すっていうことで再開する、まあ再始動するっていうことであったりいいですね、うん、まあ復活の兆しっていうことを表すカードでもあるので、うん、ですからね、そのお相手の方としては、まあ現時点ではね、目標の達成のためにあなた様とのね関係を犠牲に払ってしまったけれども、まあ今後ね、まあ無事に目標が達成された後にですね、それもまああなた様が受け入れてくれればっていうことなんだけれども、目標を達成した後にあなた様との関係を復活させていけたらなっていう思いも残して、まあ犠牲に払うっていうことを多分されたんだと思うので、だから気持ちを残したままの犠牲を払うっていうことだったから、まあすごくお相手の方にとっても苦しい決断ではあったのかなと、いうふうには思います。で、まあその中でね、うん、やっぱりあなた様との関係をなんかこうね、まあ良くない方向で決着づけてしまったことっていうのをやっぱりすごく、うん、悪いなっていうふうに思っていらっしゃっていて、あ、こちらのカードから見ていきましょうかね。ペンタクル8っていうカードですね。これ逆位置です。このカードっていうのがもともと正位置の時には目の前のことにこう一生懸命取り組んで何かを積み上げていっているっていうことから、真面目な取り組みとか地道な努力っていうことで目の前のことに一生懸命取り組んでいるっていうことを表すんですが、逆位置になるとですね、もうね、次から次へとやらなくちゃいけないことがもう多すぎてですね、こう限界を感じているっていうことであったり、まああとはですね、まあ疲労困憊っていう意味のカードで、これはね、あなた様との関係に疲労困憊したとかね、限界を感じたとかではなくて、あなた様との関係以外のところの例えばタスクとか作業がもう多すぎたり、責任が大きすぎてね、でもうそれでももう疲れ切ってしまって、でも限界を感じていたわけですね。何の限界かっていうと、目標の達成とあなた様との恋の成立の両立ですね、うん、にもう限界を感じていたわけですね。だから多分集中集中集中という言葉でなんか引き離そうとしていたんだと思うんですけれども、うん、でその限界をね迎えた中で、ここですね、この死神っていうカードが出ているんですが、死神っていうのは何か終わりをね告げに来る存在ですか、何か終わらせるとか断ち切るっていうことでね、もう自分が疲労困憊であったりね、限界を感じ、両立のね、なんか例えばお仕事とか勉強とかと恋の両立の限界を感じたという理由だけで、あなた様との関係になんかこう終わりとかね、断ち切るとか決着みたいなことをつけてしまったことを、やっぱりすごく、うん、悪いなと。自分がもっとね、要領よくやっていればそういう結末にはならなかったかもしれないのになっていうことで、どこがこうあなた様に対する心残りであったり、もうちょっとうまくやっていればあなた様とのね恋っていうのも続けられたんじゃないかっていうことで、まあやっぱり未練とかね、やっぱり思いは残っているわけなんですね。うん。でもその中でちょっとこうね、決着づけるようなことを言ってしまったりやってしまったことを、うん、どこかやっぱり今はね、本当にそれで良かったのかなっていうふうに思っている部分もある。で、コンフロントっていうのが出ているんですけれども、まあ立ち向かう、直視するっていうね、そういったカードで、まあ自分の影、がね、伸びている先にこう真っ黒の自分が映っているわけですけれども、これが今自分が乗り越えなくてはいけない弱さとか課題とかを表しているんですね。うん。だから自分はちょっとこうね、今こう乗り越えなくてはいけないこととか、直面しなくてはいけないことがあって、まあちょっとそこから目が離せないっていうところがあるから、まあ終わらせるっていうようなね、決着づけるみたいな選択を取ってしまったけれども、本当にそれで良かったのかなとかね。うん、もっとこれも、ね、今は直面せざるを得ないけれども、もっと過去においてね、ちゃんと対策を打っていれば、これと直面しなくてはいけない状況も避けられたんじゃないかなとかね、いろいろ過去のことまで遡って、あの時にああしていればみたいなね、今のあなた様との結末はこうじゃなかったのにな、みたいなね、うん、なんかそういう気持ちになっていらっしゃるっていうことなので、なんかこう、ね、犠牲に払ったからといって、はい、もう次みたいな感じに、なんかこうもうね、
方向が切り替わっているっていうわけでは全然ないんだと思います。うん、まだどこかこうやっぱ引きずっていたりね、うん、思いを持ち続けていらっしゃるというのはあると思います。では今後ですね、お二人の関係がまあどうなっていくのかっていうのを見ていきます。ではですね、見ていきましょう。今後お二人の関係がどうなっていくのか。そうですね、そうですね、お互いが、そうですね、お互いのまあ感情とかを受け入れていかないと、コンフリクト、対立っていうカードが出ているので、まあちょっと対立に発展してか発展しかねないっていうところが出ているので、ちょっとお伝えしていくと、まずここですね、コンフリクトっていうカードが出ました。まあ、対立っていうカードですね。ですから、まあそりゃそうなんだけれども、まあ良くない選択をね、取り続けていったり、まあそうですね、まあまあ気分をね、逆なでるようなことをしてしまうと、まあ対立が悪化してしまうということですね。例えばまあ今回ね、まあお相手の方がなんかこう、今集中というキーワードでね、まああなた様からの距離をね、離そうとしていたりいいですね、まああとは何だったかな、まあ形式的なね、関わりに今しようとしているのを、なんでそんな他人行儀になっとんねんみたいなね、感じで、なんて言うんでしょうかね、こうそれに対してね、こう突っかかるというか、ってなると、なんかもう取り返しのつかないこう対立にまで発展してしかねないっていうところがあるので、確かにね、あなた様としてはなんか他人行儀にされたり、なんかこう距離を置かれたりとかね、犠牲に払われたりということで、あなた様の方がね、お相手の方も苦しい決断なのかもしれないけれども、実際にされている決断をね、されているあなた様の方がまあ苦しい部分もあると思うんですね。でけれども、その苦しさを苦しさで返す、だから目には目を、歯には歯をみたいな感じでですね、こうまあ、やり返すみたいなことをしてしまうと、とんでもないね、もう本当にこう取り返しのつかない対立っていうものになってしまうから、だからそうですね、苦痛を味わわされたから自分も相手に苦痛をみたいなね、そういった考えっていうのはやっぱりもっと持たない方がいいと思うんですね。それをしてしまっては何もいい未来が生まれないと思うから。だからここですね、見ていくと、Embrace Your Emotions っていうカードが出ていて、まあ感情を受け入れるっていうカードですね。まあこれはもちろん、お相手の方のね、その感情を受け止めてあげる、寛大に受け止めてあげるっていうこともそうなんだけれども、どっちかっていうと、今ね、あなた様の中に湧き起こっている、例えば怒りとか不満とかね、あとは悲しみとかね、なんか場合によってちょっと苦しいことを味わわされたっていうことで、まあお相手の方に対するなんかこう憎しみみたいなものも生まれている人もいるかもしれない。けれども、まあその感情を持つのは全然当然のことだと思います。人間だからね。これがロボットだったらそんな感情にならないと思うから、そういう感情をね、が湧き起こるってことは、これもう全然当然のことだと思います。でも大事なのは、その感情を、何でしょうかね。例えば自分の中で怒りとか不満とかね、強烈な憎しみとかっていうのがこう生まれたとして、その感情を何かまた大きな感情で包み込んであげる。それが愛とかね、思いやりとかっていうものでこう包んであげて、その気持ちがこうブワッてこう自分の外に出ないようにしていくっていうことが重要で、それをすることができれば、このコンフリクトね、取り返しがつかないこう対立みたいなものが起こらずに、まあいわばこれをね、回避することができね、
すぐにではないかもしれないけれども、Realm of the Fae っていうカードで、これはまあ天使のまあ分野っていうことなんですけれども、まあいわばですね、この、まあ天使っていうのは目に見えない存在ですよね。ですから、その、あなた様がね、こう今想像しているようなね、展開とかタイミングではないかもしれないけれども、今湧き起こる感情ね、怒りとかその強い負の感情を何か大きなもの、愛情とかで包み込んであげて受け止める。そういった感情をね、抱くことも、まあ、しょうがないということで、ね、包み込んで受け入れていけば、うん、後に、そのね、それを出さなかったことによって、ね、このコンフリクトを回避するだけじゃなくて、目に見えない力が今度はあなた様を手伝ってくれるわけですね。うん、で、状況がこれね、少しずつこう回復していったり、うん、ね、お相手の方が、それこそ目標を達成された後に、あなた様に対する決断をもう一回覆したりとかね。うん。で、二人が戻る方向になっていくわけですね。そういう展開に進んでいくためにも、今ね、こう自分の中に湧き起こっているものをブワって出して、傷つけられたか傷つけ返すとかじゃなくて、それをこうしないで受け止めるっていうことをしていくと、状況がね、良い方向にも向いていくよっていうのは出ていたので、参考にしていただければなと思います。で、選択肢のカードに移っていきますが、C をお選びいただいた方はこちらで、エンパワーメントっていうカードが出ました。権限付与っていうカードが出ているんですが、これはですね、まあ、あなた様がね、その、誰かになんか権限を渡すというよりかは、もう少しあなた様が自分に対して権限を与えてあげた方がいい。今ね、あなた様っていうのは何かこう決定権とか、なんだろうかな、何かこう権利とかをね、主導権とかですね、なんかそういったものをちょっとこう、まあ他の人に、多分優しい方だと思うんですね、あなた様っていうのは。だからそれをね、なんかこう自分の考えで進めるというか、相手のね、人に決めてもらった方が心地いいからっていうことで、なんかこう決定権とか主導権を、まあちょっと明け渡しすぎているのかもしれないから、もう少しね、自分にもこう決定権、ね、いつもこう、なんか聞かれて、はいかいいえを答えるんじゃなくて、自分にもやっぱこう決定する権利があるから、そういったね、決定権とか主導権をもう少し自分に与えていこうねっていうカードでもありますので、うん、まあこれもね、ちょっと参考にしていただければなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくんですが、今回いただいたご質問がですね、男性が取る嫌い酒の行動はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。はい。まあよく好き酒とかはね、好きだけれども、なんか意識しちゃって照れてとかね、それでなんか避けてしまうというのがこう好き酒なわけですが、嫌い酒っていうのは本当に嫌いだから避けている時のものですね。うん。で、その時に見られる行動っていうのが、まあいろいろあるんですけれども、例えばまあ話しかけてもね、目も合わせず、口も聞いてくれないっていうことであったり、まあ頼み事とかね、誘ってもあっさり断るっていうのが、まあ嫌い酒の行動かなと思います。うん、例えばまあ話しかけてね、目を合わせないぐらいだったらば、好き酒でもね、意識していて、こうね、目が合わせられないっていうところあるんだけれども、でも口は聞いてくれると思うんですね。でも、こう、口を聞いてくれないというところまでがセットであると、さすがに嫌い酒かなと思うし、まあなんか頼み事をした時にも、あ、無理です。とかね。全然考える時間とかなしに即答でね、無理ですとか、あ、嫌ですとかね。うん。なんかそういうふうな形でこう、断ってきているっていうところがあると、まあちょっとね、嫌い酒の可能性の方が高いかなと思うので、まあそういった行動をね、されてしまった場合は、やっぱり、うん、ちょっとこう、うかつには近づかない方がね、いいのかなと思いますので、うん、参考にね、していただけますと幸いです。はい。ということで、B をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要ご覧いただけますと幸いです。はい。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。